ジャニーズ事務所の未来を変えるタッキー・氏の連携連携。平野市用の映画が待望。性火害問題の課中で滝沢秀明がジャニーズの未来を開く。ジャニーズ事務所は性火害問題に揺れ動いています。しかし、この厳しい状況の中で、かつてのジャニーズ幹部たちは新たな道を切り開き、注目を浴びています。滝沢秀明氏は、 かつてジャニーズ事務所で副社長まで務めた経験を活かし、自ら芸能プロダクション、トベ、を設立しました。このプロダクションには、元 V6 の三宅県、元キング、リンチェの平野市洋人宮寺ゆなどジャニーズ事務所で活躍していた多くのタレントが所属しています、います。ジャニーズ事務所の性加害問題が表面化する中、トベは新たな可能性を秘めていると言えるでしょう。 元タレントたちが結成したジャニーズ性加害問題当事者の会は2023年9月4日に記者会見を開き、刑事告発の意向を表明し、被害者救済の環境整備に取り組むことを公表しました。これにより、ジャニーズ事務所のイメージは一段と低下し、CM スポンサーが手を引く動きも見られるとされています。 また、所属タレントの大量離脱も予想され、飛べが新たな受け皿となる可能性は高まっています。飯島道氏の成功物語、スマプコウオップ公を新しい地図へ。飯島道氏は、ジャニーズ事務所を飛び出し、稲垣五郎、香取慎吾、草豪と共に新しい事務所を設立しました。 彼はかつてスマップを国民的アイドルに押し上げた功労者であり、ジャニーズ事務所の幹部としても山下智久、キスマイフトに、セクシーゾーンのピドの売り出しに貢献しました。飯島氏はジャニー北川氏の姉で、実質的な経営者であったコメリー北川氏とトラブルを起こし、ジャニーズ事務所を離れました。その過去から、彼はジャニーズ事務所から独立しました。 そして、新しい地図として再出発しましたが、ジャニーズ事務所からの圧力によりテレビや雑誌から干される事態に直面しました。この騒動は、厚生取引委員会まで巻き込む事態となりました。新しい地図の成功、映画でのブレイク。飯島氏は、新しい地図のメンバーを地道に営業し、映画での成功を収めました。 草は2023年1月から罠の戦争、富士テレビ系で民放ドラマに本格復帰し、10月からは NHK 連続テレビ小説、ブギウギにも出演予定です。カトリも中井雅宏の冠番組、松本中井、富士テレビ系にサプライズ出演し、大きな話題を集めました。 飯島氏は、新しい地図のメンバーを成功させるために幅広い人脈を活用しました。その結果、映画、ミッドナイトスワン、クソ野郎と美しき世界、サバカンサバカン、など、評価の高い作品をプロデュースし、新しい地図のメンバーが芸能界に復帰するきっかけを作りました。これにより、ジャニーズ事務所に対する新たな競争力を持つ存在となりました。 滝沢秀明と飯島道の3会映画プロデュースへの協力。一部では、滝沢秀明と飯島道が手を組んで、ジャニーズ事務所に対抗する連合を結成するのではないかという噂が広まっています。しかし、実際には、滝沢秀明が飛べメンバー、特に平野潮の映画での売り出し方について、飯島氏に助言を求めているとの情報があります。滝沢氏は、 平野の映画主演を狙っており、連続ドラマだけではなく、映画での活動を積極的に考えています。そのため、大手企業である木下グループのスポンサーシップを活用し、映画制作において成功を収める計画を練っています。この提携により、平野の映画が制作される可能性が高まり、ジャニーズ事務所以外のプロダクションでの成功が見込まれています。 結論、未来への期待が広がるジャニーズ事務所の変革。滝沢秀明と飯島道の協力により、平野耀を含むト辺メンバーの新たな挑戦が始まります。ジャニーズ事務所に対する競争力が高まり、新たな才能が花開くことが期待されています。今後、ジャニーズ事務所を去ったカリスマ2人が手を組み、話題作が誕生する日が訪れるかもしれません。 次回の記事でもお会いしましょう。皆さん、ありがとうございました。